はいどうも、まこです、今日は静岡県浜松市にやってきています、中区ですね。こちら遠州鉄道助信駅から歩いて2分くらいですね。こちらのお店です。じゃん、混ぜそば一徳来ましょう。そして店長さんおすすめのこのチーズいきましょう。ここは結構味変のものが豊富で、昆布酢、だし、醤油、ラー油、フライドガーリックになるんですけど、カレーパウダー、魚粉、結構ありますよ。こちらがおすすめトッピングのチーズ。これ丁寧に分かれてるんですけど、一気にいきましょう。まだ混ぜる寸前なんです。麺すでにしっかり付いてますね。一番混ぜそうではこのミンチ、ここにひき肉も、もうこのお皿から移した時に匂いが湧き上がってきますね。ここ実は注文にまで無料なので、今注文にしなかったことを若干後悔しながら行きましょう。これ多分ミンチの方の皿にスパイス、結構ピリ辛のスパイス入ってるんですね。うん、うまいですね。でもさりげなく海苔がかなり効いてます。ちょっと早速黄身混ぜていきましょう。黄身とチーズ一気にいこうかな。そしてチーズドバッと、ちょっといきなり全部いっちゃうともったいないんで、卵黄だけの部分とチーズ、ちょっと住み分けていきましょう。この辺チーズ、ちょっとチーズのところは寝かせて、卵黄のところはいきましょう。うわ、やばこれ。まあ、チーズの部分じゃなくて卵黄だけ溶いた部分ですけど、美味しいですね。真ん中にピリ辛のスパイシーな部分が来て、周りから卵黄のなんだろう、まろやかさ、マイルドさが包んでる、うん、で太麺なんですっごいちゃんと受け止めてます。チーズの部分をいきましょう。では分け皿です。またガラッと変わる感じが、もうだいたいチーズが溶けて原型が見えなくなってきた感じですね。麺追加したいぐらい。でもあとで追い飯できるから。これは、結構味がはっきり強いので、カレーパウダーとか、いろんなね、あの味変トッピングのもの魅力的なんですけど、ちょっとベーシックに煎りごまで少しね、
くよかさを見上げましょう。ちょっと多めに。いきます。入れた瞬間はまた他のものの味の方が強いんですけど、後からきますね。これ味変楽しみきるには麺が大盛りとかじゃないとあっという間にいちゃいますね。どれか1個やるとしたら自分たちの魚粉いきましょう。こんなちょっとでいいと思います。こんぐらいどれもきつめ強めなんですけど、太麺が受け止めてます。追い飯いきましょう。すいません、追い飯お願いします。よし、いきました。これはもうやばすぎる。うまくないわけがない。これ本当大盛りしてたかったな。すごい。いきましょう。で下がってくる、まあ、最初まずピリ辛が来てから、後からチーズとかゴマとかね、ちょっと時間差攻撃ですね。もうこっから先は味変なしでさっさら食べたいと思います。ということでいただいてきました、一徳さんの、台湾まぜそば波、こちらあらかじめこの波と中盛りは、中盛りまでは無料で、波の値段で中盛りまでいけるんですけど、ちょっと今日はね、追い飯を絶対楽しみたいなということで波にしたんですけど、食べ終わった感想まず言うと、なんで俺は中盛りもしくは大盛りにしなかったんだというふうに後悔するぐらいの美味しさでした。はい、でこれまず、大体混ぜそばでも最初から混ざって、上にねトッピングはもうあって、あとは混ぜるだけっていうお店も結構あるんですけど、こちらはトッピングとかも上の具材が違う皿で取り分けられてくるという感じでした。でそれも分かってですね、まず麺だけの器あるんですよ。これ食べるとね、もうそもそも下味というかがっつり味がついてて美味しいです。塩だれなのかな。でその油、すごくね、透き通った黄色のレモンイエローの油が浮いてるんですよ。で初めこれ何かなと思って聞いたら、チーユだそうです。家系ではよくチーユね、食べるんですけど、また全然違う感じ、ちょっと塩だれの中で食べるチーユのパワーまた全然違いますね。これ美味しい。これだけでもそもそも美味しいです。で、トッピングというか、まあ、具材は少し大きめに切ってある玉ねぎ、ニラ、ネギ、あと海苔ですね。それとまた別のお皿にひき肉、ちょっとこれがねスパイス効いてて、ピリ辛のひき肉の、なんていうの、あれはソースじゃないな、ひき肉があるんですけど、それを混ぜていただくとね、本当に美味しい。あと店長さんおすすめのチーズっていうトッピングが、食券機に書いてあったんで、それもチーズもトッピングして混ぜていただいたんですけど、本当にねバランスがいいんだけど、全部の個性が立ってきてます。でかなりの、まあ、チーズあり、なんだろう、ピリ辛風味ありひき肉、野菜もあって、そもそもチーユと塩だれっていうのがその元々のね塩味があるので、混乱するかもしくは団子状になって区別がつかなくなっちゃうかなと思うぐらいの量なんですけど、うまいこと時間差でそのね味が立ってくるから、例えば、あとごめん忘れた、卵黄、黄身ね、これも効いてますね。
まず口に運んで一番最初に襲ってくるのはいわゆる皮肉とそのスパイシーなピリ辛、いわゆるピリ辛の台湾混ぜそばだなっていう風味が来るんですよ。なんだけどちょっと遅れてあの卵黄のねっとりした味、それからさらに遅れてチーズ、そして意外なのは全部混ぜてさらに魚粉とかの味変をした段階で一番いろんな濃厚な味が過ぎ去った後でちょっと大きめに切った玉ねぎ、これがね本当に一かけら口でシャクって噛むだけで、サクッと噛むだけでまたねすっきりしたね後味を残してくれるというね、本当にこうバランスいいなと。でそんだけ強い味の実際濃厚なんですよ。でもそれをちゃんと受け止める太麺、これに伺ったら自家製麺ではないんですけど特注麺ということで、これもやっぱりね本当この麺合ってますね。このなんていう具材というかこの全部の味の足し算に対してうまいことずらしてきたり、こう玉ねぎが引き算というかねリセットしたり、いろんなことがね考えられてるなと。でここはぜひぜひ、あもちろん追い飯もね最後まで楽しめるんですけど、自分の感想で言うとトッピング味変類がすごく多いので波の量だとねちょっと楽しみきれないかなと思いました。まあお近くの方は何回も通って楽しむか、もしくはめったに来れないなって距離から来る方はぜひ大盛りおすすめします。これかなり重くなく意外とスルッといけるはずです。これね実際試してみてください。ということで美味しい一杯でした。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。